行こう。よ、前です。福袋第3弾ということで、今日は3コインズとラティス、あ、ごめんなさい、ちょっと待って、ラティスの福袋を購入してきました。えいやー、そらやった。はい、こちら買ってきた福袋でございます。でかない。ラティスの福袋はアクセサリーなんですけど、スリーコインズの福袋は全部で6種類あって、キッチン、インテリア、キッズ、アクセサリー、ヘアアクセ、ネイルの6種類あるんですけど、今回は5種類、キッズ以外の5種類買ってまいりました。どうせやったら全種類買ってこようかなと思ってたんやけど、まずいかんせん独り身なもんで、ね、汚れてました。独り身がキッズ買って、本当にキッズ買えない人がいたらダメだなと思ってっていうのは建前で、普通にいらなかったからです。来年は買うことになるかもしれないですけど、そんなことはありません。ていうか、土屋太鳳ちゃんおめでとう。昔めっちゃ土屋太鳳ちゃん好きやってんな。自分には絶対ないやん、あんなほんわかした、こうあのほんわかした感じで運動めっちゃできんねんで、すごない？結婚、妊娠、授かり婚っていう、私は嬉しい。キッチンから行こうかな。これ550円やったんですけど、キッチン雑貨が4点入ってるみたいです。だから実質770円お得、1個330円なので、そうやな、合ってる、今 10% やんな、消費税。おっ、うわー、もう見ちゃった。ででーん、あ、タオルかな。何これ、名前とか書いてない感じね。なるほど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 、あ、書いてます、入ってました。こちら吸水マット、こんな感じの吸水マットです。もうなんかいかにも私水吸い取りますせーみたいな感じのマット。次、せい、こちら違うわ、これが吸水マットかもせん。ちょっと待って、もう一回売り直させて。まず1点目、無理か、ちょっと無理ある、全部一点ちょっと忘れてください。今のこちらが吸水マットでございます。もうタオル生地でございますね。この上に洗い物とかを置くんか。サイズが約 25cm×35cm で、さっきのやつがキッチンクロス、これサイズが 30cm×30cm、 正方形だから多分これやんな。ありがとうございます。すいません、ちょっとよく分からなくて、キッチン用具、まあ、どんどん行きましょう。パクパク行った方がいいやん。はい、こちらスポンジでございます。もう普通のスポンジ、これそんなええの？まあ、スポンジはいくらあっても足りませんから。私さ、スリコのさ、猫のスポンジがあんねんけど、あれ使ってんねん今。そろそろ買い時なので、これを買いたいと思います。はい、次、ラストかな？水切りゴミ袋が当たりました。あ、水切りゴミ袋って、これ単体で使えるやつ？え、またそれ激アツちゃう？あ、ええやん、ええやん。こういうの、こういうの。これ単体で、シンクの中に置いて、ゴミ、生物とか、捨てるやつですね。これ10枚入ってるらしいので、早速使いたいと思います。あ、便利。はい、こんな感じです。終了。続きまして、インテリア用品でございます。これも550円やった。これもインテリア雑貨4点入ってるから、実質770円お得みたいな感じらしいです。今日1月1日なんですけど、オープンと同時に行ってきてんやんか。やねんけど、結構並んでてん。だからもし、なんか狙ってる人は、早めに行った方がいいかもせん。勝てー！お、なんかでかいのある。いきます。じゃん！じゃん！何が出るかな？何が出るかな？何が出るかな？じゃららら。あ、開きませんね。あ、写真立て！写真立てが当たりました。じゃじゃーん！ええやん、ええやん。私今家具とか白で全部集めてるので、いいです、この白の感じ。イェーイみたいな。ここに、まあ、娘の写真とか入れたいと思います。何の写真入れようかな。写真とか現像せんくなったよな、大人になって。結婚したりとかしたらさ、二人の写真とかをさ、いっぱい部屋の中に飾りたいねんな。こちら、なんだなんだこれ、あ、ポストカード、ポストカード5枚が当たりました。こういうの、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 こういうの。ポストカードって何に使うん？やばいかもしれん。ちょっとおしゃれとは程遠い人間がこういうのを買うと、マジ使い道わからん。ちょっと使い道教えて。はい、次いきます。こちら、お、あ、いいじゃん。これは使い道わかるよ、さすがに。こういうコースターが当たりました。おしゃれおしゃれ、かわいいやん。こういうのな。いやいや、こういうの。次はこちら、箱に入ってます。お、はあ、かわいい！あー、これめっちゃかわいい。今日一。こちら、こういう雲型ロボット。雲型ロボット。
こういう雲型のなんか陶器トレイみたいなアクセサリーとか置くやつ、私もうほんまにアクセサリーマジあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ置いてすぐになくすので、こういうやつがあればなくしません。めっちゃ可愛いのいただきました、ありがとうございます。インテリア以上。はい、次ネイルでございます。これも一番の期待作、私一昨年かその3年前かにこのスリコのこのネイルを買って、もうめちゃくちゃテンション上がってめっちゃ使ってんやんか。今ハゲチャビンやからさ、何もしてないから女子力皆無って感じやねんけど、これを使って私ネイルをしようと思って買ってきました。よいしょ、めっちゃ入ってる。ネイルカラーが12点入ってるので実質3630円のお得らしい。一気に行きましょう。じゃらら、ごめんなさい。こちらのネイルが当たりました。なんか謎にこの子だけ箱に入ってないねんけど、こういうキラキラとか可愛いよな。私の好きなマスタード色。私今までネイル行ってたんですけど、この前ネイル行って3日で取れてんやんか。でちょっと爪が荒れちゃって、今ちょっと控えめにしてんのよネイルを。だからこうセルフでやらないとあかんねんけど、これを使ってセルフネイルしていきたいと思います。もうちょっとしたらジェルネイル行こうと思ってるから、どちらにせよっていう感じではあんねんけど、けど応急処置用でこの子たちをねこれから使用していきたいと思います。アクセサリー、ヘアクセも330円でアクセサリーが5点入ってるらしいから、実質1320円のお得みたいです。まあなんかお得とはいえ何が入ってるかっていうところではあるよね。よし、おお、あ、こんな感じでまとまって入ってるわ。あー、いや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 、あー、いやいや、そうだ。まず1点目、ヘアクリップ、前髪とかパッて留めるやつ、あとデカめのヘアクリップございます。こんな感じの。私髪の毛めっちゃ伸びてさ、見て見てってなんやねんな、伸びたんですよ。こういうのでもまとめたりとかしたいと思います。もうあとはめっちゃ使えるこういうヘアピンとこういうクリップですね、かわいい。であとゴム、このなんか緩く結べるゴム、 あんまり型がつかんみたいなやつのヘアゴムと、このおしゃれヘアゴムですね、かわいい。この色好き、私緑大好きだから。はい、次イヤリングを含む5点入りのアクセサリー、あとなんかピアスの人はピアスを含むアクセサリー5点入りを選ぶといいみたいです。私あの穴開いてないのでイヤリングを買いました。わー、かわいい、見てこんなに入ってる巾着、しかもパープル、バリかわいい。これ色違うんかな、みんな。いや、結構固く締められてますね。とあなた近くおいでくださいまし。1点目はこういうやつ、つけるとこんな感じでございます。この真珠はとっても使えるみたい。むちゃやない、真珠取ったらシンプルに使えるし、これやったらちょっとなんかお上品な感じで使えますねっていう話でございますね。じゃあなんか何回もさ、学生時代ピアス穴開けようと思って、穴開ける装置みたいなあるやんか、あれとか買ってもなお祈ってしまって、ビビり散らかして結局開いてないんだよね、未だに1個。イヤリングでいいですもん、私は一緒イヤリング。続きましてこちら、こういうのが当たりました。軟骨開いてないけど軟骨開けてる風にするやつやんね。本当ですか、おしゃれって難しいからね、いろんな種類がありますから、おしゃれっていうのは。あ、ちなみにあの、続きましてこちら、こういう形のイヤリングが当たりました。耳につけるとこんな感じでございます。ドレスとかに合いそう。あ、いいやん、オッケー。ラスト、こちら、こういう形のイヤリングが当たりました。つけるとこういう感じ、こういう感じです。ドライン。続きましてラティス、ラティスはもう毎年買ってますから、そう、私の心を仕留めるものは来るのか、顔が来たいということでいきます。まずでん、なに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 、見た今なんか布切れ当たってんけど、これガチ何。こちらが当たりました。布がこうくっついてるんですけど、これ別に穴もないし、正解はこれ440円する。難しい、これ教えて。え、何これ。最初さ、ポーチかなと思ってんけど、何も入れるとこないし、多分こういう長方形の布がこう貼り付けられてるだけ。ちょっとガチでわからん使い方、なんかメガネ拭きとかそういう話、情報も多分よろしくお願いします。次はこちら、こういうネックレスが当たりました。ラティスの福袋ってほんまに当たり外れが激しいねんけど、だから当たり外れじゃないな、好みの問題ではあるねんけど、嫌な匂いはすごいプン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 します。こんな感じのネックレスでございます。次行きましょう、こちら、じじーん、カチューシャでございます。私カチューシャ本当に似合わないので、まず覚悟しといてっていう感じやねんけど、
ちっちゃいことを気にするな。なんでな。ちょっとなんかさ、カチューシャ似合うやつないんかな。カチューシャ似合わない、なぜ。ヘアバンドやカチューシャが似合わない人の特徴は、後頭部が出ている。あと丸顔。いや、丸顔でもないな。顔が大きい。いやかましいわ。鉢巻き巻いてるんですかって。てか思ったけどさ、スリーコインズでさ、当たったさ、イヤリングとか全部ゴールドやわ。見て、ゴールド。私ゴールド最近めっちゃハマってるから、よかった。ちなみにこのイヤリングはラティスで購入したやつ、イヤリング。これもゴールドでございます。続いてまして、こちら。何これ。猫みたいなゴムが当たった。シュシュか。あ、シュ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 、シュシュやったらええやな。もう私、カチューシャや思った。危ないわ、ほんま、カチューシャは勘弁してくれって。こんな感じのシュシュが当たりました。黒のワンピとか着た時によく髪を結んだりするんですけど、こういう大ぶりなシュシュを使うので、でもニュってないように見えるやん。でも今日、ふふ。服がたまたま合わへんだけで、黒の服とかやったら似合うと思うんよ。こんな感じでございます。次、こちらヘアクリップとヘアゴムが当たりました。こちらヘアゴムで、これがほんまによくわからん、なんか髪留めるやつだと思うんですけど、ガチちょっと使い方わからんって感じなんで、美容師の友達に聞きたいと思います。このシュシュがめっちゃ可愛い。結構可愛い系多いですね。続きまして、じゃじゃん、イヤリングでございます。むっちゃ個性的なイヤリング。グリーンいいね。どう、すっごい個性的。次はこちら、こういうイヤリングが当たりました。あ、可愛い。めっちゃ女の子っぽいよな。まあ男の人って揺れるものが好きって言うし、これもブルンブルン揺らしていきたいと思います。ラスト、次、じゃん、こちら。うわ、待って、これめっちゃ可愛いんだけど。こういうイヤリングが当たりました。結構これも個性的やねんけど、こういうさ、シリコンのやつが入ってるとさ、あんま耳痛くならへんから、こういうのも好きやねんな。ちょっとな、今日服があかんかった。黒とかやったら似合ってたかもしれん。これはどういうイヤリングな。こんな感じのイヤリングが来ました。まあ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 、300円ですから。え、でも300円ってすごない？全部で8点入って300円。やっぱ全体的に見るとアクセサリーはラティスの方がお得やなと思うねんけど、ただ私みたいにもうこれ似合わんとか、ゴムとかそんないらんみたいな子とかは、イヤリングを含むアクセサリーだけこう分かれてる3COINS の福袋とかの方がいいかも。見えました。こんな感じになりました。何これ、ラティス今までもう全部当たりやったから、ちょっとこれは使えんみたいなやつがあったのが動揺隠しきれないって感じなんですけど、けどまあでも300円でこんなに入ってんのめっちゃお得やから、まあ、運試しにね、あの福袋買ってみるのもありかなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。皆さん、お正月いかがお過ごしでしょうか。明日もファッションの福袋の動画が出ますのでお楽しみに。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。